北毛地区の中学生による野球大会が6年ぶりに沼田市内で開幕しました。この大会は地元の子どもたちに野球に親しんでもらおうと、沼田中央ロータリークラブが2001年から毎年開いているものです。新型コロナなどの影響で2019年から中止が続いていましたが、今年は6年ぶりに開かれ、北毛地区の中学校19校から12チームが出場しました。開会式でロータリークラブの金井康二会長は、自分の持つ力をすべて使って最後までプレーしてくださいと挨拶しました。そして出場チームを代表して利根中学校の金子ひな選手が、大好きな野球を明るく楽しく元気よくプレーしますと選手宣誓しました。大会は市内2会場で来月9日まで開かれ、各チームが優勝を目指してトーナメントを戦います。また大会は全国大会出場を目指す北毛地区の選抜チーム結成に向けたメンバー選考も兼ねていて、中学生は日頃の練習の成果を遺憾なく発揮していました。